it's all about humanity. はい、今日はいよいよ明日開催されるオートサロンの会場に来ています。相変わらず体調不良で鼻声でございます。はい、でボンドブース今あの設営設備屋さんにしてもらってるんですけれども、一応こんな感じになりました。なりそうです。はい、ちょっとまだ車が勢ぞろいしてないんで、今1、2、3、4、5、6台しかないんですけど、あと3台かな。はい、今向かってます。今時間が7時ぐらいかな、7時ですね。はい、結構意外に思う方もいらっしゃると思うんですけど、本当に前日のギリギリまで、みんなスタッフだったり設備屋さんがブースを作るために一生懸命やってくれてますんで、ぜひ、当日はブースの細かいところなんかも見ていただけるとありがたいです。で一応今回は、向かって入り口側をヨーロッパチューナー系の、展示にしてあります。で奥側をアメリカ系の、エアロだったりだとかタイヤホイールの、装着された車の展示になってます。であとですね、僕のこっち側ですねに、ホイールを両サイドさまざまなメーカーのものを展示してあります。チューナー系、単造ホイール系、その辺も新作なんかがいろいろ展示されてますんで、ぜひその辺もチェックしてみてください。であとはですね、一番奥側のこのちょっと見えづらいところにはなっちゃうんですけど、ブースの端っこ、こちらまだちょっと物販設営中なんですけど、こちらでボンドオリジナルグッズだったりだとか、あとはロティフォーム BC フォージドなどの、グッズ販売もしますんで、ぜひお気軽に、お立ち寄りください。でまだ他にも、あ、そうそう、目印としては一番東側のホール7になってますんで、目印はこのレカロさん、毎年そうなんですけど、大きいレカロさんのブースの前になりますんで、まあ、レカロさんだったり、あとはスバル、スズキなんかを、目指して来てもらえれば分かりやすいかなと思います。はい、他のブースも今絶賛設営中ですね。本当にギリギリまでいろんな調整だったりだとか、設置をやってます。あとは一応、ブースの左右に、モニターを置いて、YouTube の動画も流したりしますんで、ちょっとまだモニターは設置されてないですけど、ぜひその辺もチェックしてみてください。